こんばんは、友田美由紀です。日本はギリギリの状態から2連勝、あと1つです。あと1つ勝てば、日本サッカー界が長い間夢見てきたワールドカップ出場への切符を手にすることができます。今日は対戦いたしますのは、こちらも必死に戦ってくると思います、イラクです。今日の試合のコメンテーターはスタジオにお二方お招きしました。この大会中ずっとお付き合いいただいております元日本代表の岡田武史さん、そして先日カタールから日本に戻られたばかりの元日本代表の田島幸三さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく。岡田さん、はい、もう最終戦イラクには絶対に勝ってほしいですね。もう勝ちますよ。大丈夫です。信じてますから、はい、もう負けることはないです。大丈夫です。ちょっとうるっときてますね。いや、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。はい、はい、もう験を担がれて、今日は同じネクタイ、同じお洋服という入れたちで、もう日本にいてこれぐらいしかできないですからね。彼らがあんだけ一生懸命戦ってるのに、私たちは何もできないんで、これぐらいは、今日は応援しましょうね。はい、はい、そして、田島さんはカタールから戻られたばかりということで、はいはい、いかがでしたか、現地の様子は。そうですね、こちらで言われているほど暑くはないんです。ただ今日スタジアムが違うんで、いつも日陰に完全に入ってしまってますから、湿度がないんで割と涼しいんでね。あ、そうですか。ただちょっと今日はどうなるか、心配ですね。会場がね、ハリファスタジアム、今日はアルアハリスタジアムということで、どんな風になりますでしょうかね。それから選手の表情ですね。韓国戦の後とかでもですね、非常にクールです。彼らは本当に戦って必死にやって、勝ってくれて、こう僕らは本当に浮かれて、しましたけれども、彼らが本当に一番クールに、この今日のイラク戦がいかに大切で、いかに厳しい試合になるかということを分かってますね。そうだよね。そういう意味で、今日負けたら、この前まで勝ったのが何もなくなってしまいますからね。それはもうインタビューとかその新聞記事見ても、オフト監督以下みんな一番よく分かってますよ。まあ、僕たちは韓国に勝ちに来たのではなくて、ね、ワールドカップに出場するために来たんだっていうのはことです、その通りですね。もう本当にそういう意味では選手たちは全くもう心配する必要はありません。はい、大会が始まる前から2週間余り、今日ここまで来るまで期間かかったわけですけども、選手のスタミナという面ではどうでしょうか。もちろん5試合目ってことで、もうどのチームも疲れてるのは一緒ですし、でかえってね、こういう短期間の試合、混んだ試合っていうのは慣れてくると戦えるもんですよ。多分岡田君とかもそういうあれ、ちょっと分かると思うんですけども、疲れてるのはもう分かる、まあ、もう疲れてるんですけど、それはね、他のチームも一緒でね、その時にどんだけモチベーションがあるか、動機があるかですよね。今の選手っていうのは、その疲れててワールドカップ行けませんなんていう状況じゃないですからね。疲れなんてのはもう全く関係ないと思いますよ。はい、あとは気持ちの問題ですからね、もう応援したいと思いますね。心配じゃないですよ。はい、さあ、それではここで試合前のオフト監督、そして選手の声をお聞きください。体張ってもう 120% の力を出せば、自分自身はもう仕事ができると思ってますから、もう全ての人たちがね、もう絶対勝つっていう気持ちを持ってやれば、僕は絶対にいけると思ってるし、相手がどの頃よりも自分が大事ですから、やっぱドロー前で言うが We reached the final stage of our aim, and tomorrow's match will be a tough one because, as you know, Iraq they want to win too, because that's the only chance to qualify. So it will be a tough match. Only one thing: go for victory. It's simple. I know it is very difficult, but the other end is very simple. 歴史を変えるって俺は言ってるじゃん。絶対変えてみせるんだ。大丈夫。もう本当に頑張るしかないよね。言葉ない、それしか出てこないですね。本当に田島さんがおっしゃった通り、その選手はこう浮かれた面というのはあまりなくて、本当に真剣勝負をこれからするんだというような表情でした ね。まあ、最後橋渡君が言ったようにね、はい、もう何も言うことはないですよ。この場でこのグラウンドに立って何をやるかって、もうやるしかないんですから、うん、頑張るしかないんですよ。その言うことなんか何もない。そういう、あのグラウンドに立てるね、幸せだし、このチャンスがあるんですからね、きっとやってくれると思いますけどね。イラン戦に負けた後、オフト監督はシンプル3回3ウィンって言ったんですよ。はい、でそういう意味で本当に今もシンプル、もうあと勝てばいいなっていうところまで来てますから、もう僕らも本当ここでお一緒になって応援したいぐらいですよね。それしかできません。はい、勝
勝つしかないところではあるんですが、ここで改めてですね、順位表をチェックしておきたいと思います。はい、日本は現在1位ですね。現時点では1位の日本から5位のイランまでワールドカップ出場の可能性があるということが言えますね。まあ今までこれほど本当激戦になった予選というのはないんじゃないですか。ないですよ。特に最後に全部決まる、例えばひっくり返る可能性もあるってないですよね。まあ、サウジが勝って日本が負けてとか、韓国が勝って日本が引き分けてとか、いろんなパターン考えられるんですけれども、ここではもうあえて勝つのみと。そうですよ。もう他がどうのこうのなんて思ってませんよ。日本にとってみればもうその他が、今田島君が言ったようにどうでもいいんですよ、これを勝ってワールドカップ行くんだと、はい、その引き分けでどう他がどうだ関係ない、誰もそう思ってないと思いますよ、選手も。はい、そうですね。さあ今日勝つためのポイントなんですけれども、イラクという国はもうずっと大会中ご覧になってて、大変その組織だったプレーをしてくる、ね、大変に日本に似ているチームだというような話もあるんですが、勝つためのポイントいかがでしょうか。そうですね、やはり僕はそのイラクというチームがね、自分たちで仕掛けていけるチーム、そして日本も自分たちで仕掛けていけるチーム、はい、そうするとお互い仕掛け合いになると思うんですよね。その時に一番重要なポイントになるのが中盤でのチェック、お互いのチェックだと思うんですよ。そして日本の場合、森保君、吉田君あたりがですね、中盤でチェックしたボールをいかに攻撃につなげていくか、やはり後ろからじっくりいくと守られるとなかなか点取れないですからね、はい、どこかで中盤のチェックから早い攻撃、それがポイントなんじゃないですかね。中盤のチェックから早い攻撃、はい、田島さんはいかがでしょうか。そうですね、その通りなんですけれども、あとイラクがどうやって戦うかというと、僕が例えばイラクの監督だとしたら、イラン戦日本負けましたけれども、その時はもう本当にラモス選手に、もうラモス選手が外途中トイレに行ったらそこにもついていきそうなぐらいの感じでマークしてましたけれども、はい、そういうマークをしてくると思います。ただあの時とはもう状況違って、チームがもうラモス選手だけに頼らないで自分たちでもやろうということが出てきてますし、で選手一人一人のコンディションも上がってきてますから、そういう意味では今岡田君の言ったようなディフェンスをきちっとやっていけば必ず勝てると思ってます。必ず勝てる、はい、私たちはそう祈るしかないですね。そうですね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。今日は3カ所同時にキックオフしますので、この番組では他の会場の途中経過も随時お伝えしてまいります。それでは早速カタールのアリアハリスタジアムから日本対イラクの試合をお伝えします。実況は山本博史アナウンサー、解説は田中浩二さんです。光が差し込んでいます。これまで開いたことのないワールドカップへ通じる道の重い扉から一筋もの光が差し込んでくるように感じられます。1954年昭和29年第5回スイス大会予選に初めてワールドカップの門を叩いて以来およそ40年、日本はイラクとの試合でワールドカップ本大会への扉を開け放とうとしています。これから始まる90分間で40年の歴史を変えようとしているんです。日本代表は4試合を戦って2勝1引き分け1敗勝ち点5、得失点差プラス3、イラク代表は1勝2引き分け1敗勝ち点4、得失点差0。他のスタジアムで同時に行われる試合の結果の遺憾にかかわらず、日本が勝てば日本のワールドカップ本大会初出場が決まります。
長として君が代に応えました日本チーム。日本とイラクとの対戦はこれまで過去4試合日本の1引き分け3敗得点1失点5、イラクに対してはまだ勝ちがありません。しかしこれは昔の歴史です。今日のレフリーは中央にスイスのムーメンターラーさん、そして手前のタッチラインにはスイスのクリークさん、ラインズマン、向こう側にフランスのモニエさんです。この試合の解説は日本サッカー協会ユース代表監督田中浩二さんです。田中さんはかつてイラクとの試合4戦ありましたが、はい、そのうちの2戦に出場していらっしゃいます、はい、イラクに対する怖いというイメージはあるかと思いますが、今日のこの大事な一戦、はい、胸の内よぎるものは何ですか？やはりですね、今までやった日本代表チームと違ってですね、今回の日本代表チームというのは非常にね、やっぱり力もありますし、でここまで来たということに対してイラクどういうチームだとかね、ということよりもとにかく勝つという意識で臨んでいると思いますんでね、僕らの考え方というかね、よりはよっぽど選手の方が自分をね、とにかく出して、で最終戦を終わろうという気持ちでいっぱいだと思うんですよね。ただ僕の方はね、こんなにイラクがどうだっていう話はしても、ね、全然関係ないと思うんですよね。ポイントが終わって柱谷キャプテンがボールを取りました。そしてイラクのラディはエンドを取りました。そのイラクチーム、ゴールキーパーがサードです。そしてサミール・ハッサン、ベンヤミン、さらにシュナイシェル、ラディ、ジェブル、さらにジャーベル、そしてスペイン・カーディング、スペイン・シハーブ、今日は11番のヌマント、そして6番のジェブルが出場しません。ジャサルが出場しません。さらに2人出場しない選手がいます。一方の日本です。松永、勝谷、堀池、柱谷、そして吉田、森保、ラモス、長谷川、中山、カズのイレブンです。まず日本のイレブンについて田中さん、はい、森保が帰ってきました、はい、北澤が抜けました、はい、この布陣はやはり北澤君が、ね、抜けたのは、まあ、長谷川君とどちらかを使うかということだと思うんですけども、やはり森保君が、ね、戻ってきたことによってやはり一人外れないとしょうがない、はい、ただその中でやはり長谷川君の、ね、突破という部分について期待したいというふうに思いますね。一方のイラクですが、はい、ヌマント、そしてジャファルですか、はい、2人抜けてますね。両翼が抜けたということについてはですね、非常に日本にとってはありがたいですね。ただその代わりの選手というのもね、やはりイラクの選手というのは個々が、ね、しっかりしてますから、こんなに変わったようなことはしないと思いますよね。日本は勝ちに行きます。そしてイラクにとっても勝たなければアメリカへの道は断たれます。両チームにとって攻撃的に展開するはずのサッカー、アルアハリスタジアムは日差しが少し傾いてグランド全体がだんだん影に覆われるようになってきました。日本にとって大切な試合、そしてイラクも国の威信をかける試合です。3会場のキックオフの時間を合わせるために、お互いに無線連絡で同時にホイッスルを鳴らすことになっています。調整の時間を使っています。選手たちこう入ってくると早くやりたいという気持ちになりませんか？そうですね、でも、まあ、時間がね、来るまではできないですから。最後の90分が始まりました。森保、堀池、長谷川、カッヤ、韓国戦では大活躍でした。中央へ吉田、17番スペインシャーブです。韓国戦先手を挙げている選手。中央12番のジャーベル、スペインカード吉田、ラリーを使いました。ラインですからのクリアです。勝谷のクリア、そう今のはね、あれでいいと思いますよね。中央からの攻め、速いスローイン、松永、この松永は韓国戦で MVP を取りまして、おそらく気を良くしているでしょうが、スペイン合宿の時にはちょっと調子崩してまして、どうかなと言われたんですが、すっかり戻りましたね。そうですね、ゴールキーパーはね、トレーニングすればそれほどね、やはり自分の感覚っていうものをね、自分で捕まえられることができますからね。
インサイドは長谷川です。日本ボール。中山、いいですね、いいディフェンスですよね、中山君ね。ラモス、うまく体を使います。日本ボール、ホイッスルありました。日本ボールのフリーキックです。ラモスに対するファウルです。その後すぐやったんですけどね、あのボール当たってしまいましたよね。中山、落としたところ。森保の前半からの速いディフェンスが印象的です。日本始まってまだ2分を経過。順番ジャーベル、ジャーベルとカツヤ。14番がスペイン・カディーム。この選手はこの右サイド不動のメンバーです。森保が入ります。さあこれ抜けません。ちょっと危ないシーンでした。感じ出ましたけどね、あの辺りですね、だいぶあのイラクの方も積極的に前に出てきてますからね、はい、あとあの最終ラインをねしっかりラインを作って、とにかく声ですね、声を出して前の人間を浮かせればそんなに怖いことないですから。ただ中盤でのチェックがちょっと遅れたりすると危険なシーンが出てきますよね。明らかにラディが行きます。怖い選手ラディ、こういったあたりですね、チェックを受けるとああいう風に相手に捉えるようなボールになりますが、さあスペインカーブ、センタリング要注意です。ボールを寄せないとダメですね。そして中央に行きます。アッカータイ、中山が行きます。このあたりのボールをしっかりつなげればね、クリアボールなんですよね。ラディ、旗が上がりました。日本のラインがしっかりこの辺はまだ機能しています。あとはあまり下がりすぎないことですね、中盤の選手ですね、やはりボールにしっかりチェックいくようにしないといけないですね。ラインを上げてきます。吉田、堀池、長谷川、堀池がつきます。セタリング危なかった、日本危なかった。勝谷行きます。ナイスですね、勝谷の腰を落としてのディフェンス、あの辺りですね、この辺りをつなげると。そして中山、右サイドはフリーですね。さあ長谷川、もう一度右へ開くのか、開いた、ね、そこに中山、センタリングを待つカズ、そしてラモスへ、ラモスが落とす、超えました。相当あのイラクの選手が前にかかってますからね、ああいった形で早くねサイドをついていけばチャンスになりますよね。ですから長谷川君が引いた後ね、中山君あるいは三浦和がね、走ってオープンスペースを使うことができればね、もっともっとチャンスができますよね。日本シュートではありませんでした。ラモスは落としていこうという気持ちがあったんじゃないかと思いますが、まだ両チーム決定機はありません。無得点のまま前半の5分を迎えています。14番スペインカディーム、ハンドですね、イラクボールです。逆サイド、こういうボールを、ね、大事にしたいですね。ここはスペースがあります。前へ出す、中山が走ります。中山にディフェンスつくが、さあ流した、シュート、さあ入ったのか、入ったか、入った、入りました、日本1点先行、ボールを押したのは勝つ。前半の6分、スペインを日本先行しました。よく詰めましたよね、長谷川のシュートの後なんですけどね。長谷川のシュートがバーに当たった、中へ入ったようにしましたが、1点回転がかかって出てきた、そこに詰めていたカズ、ヘディングシュートですね。田中さん、はい、この選手権の時間のタイミングどうですか。いや、早いとか遅いとか、とりあえず選手権取ったってことがですね、逆にイラクがね、を焦らす要因になりますから、また同じような形でね、はい、取った後、早い攻めができれば、もっとチャンスできますよね。日本にとってはこれで非常に気分よくこの後の試合が展開できます。はい、
日本が前半の6分に、その前にあの長谷川にボールが出ましたよね。長谷川から中山ですね。ドリブルで持っていって右へ開いた中山へ、そこからまた長谷川君に戻したわけですね、はい、ですからああいった横にサイドにこう開くって中に入っていくと日立のディフェンダーがねちょっといなかったですよね。カズ日本1点を先行しました。早々と上げた1点、センタリング出る、中央の吉田繋いでくる、中山走り込んだ、惜しいですね今の攻めをですね。前半の7分のプレーで日本の気持ちが試合開始からしばらくしてちょっと押されるような感じになりましたが、またこれで戻してきました。日本1対0とリード。韓国戦でも日本は後半でしたが先取点を挙げてそのまま1対0で逃げ切っています。ファウルあって日本ボール、吉田に対する後ろからのファウルです。まあ、この辺りはね落ち着いてやればいいんですよね。吉田堀池、カズホイスがありました。後ろから押したというファウル、日本のフリーキックです。イラクに対してはこれまで日本過去の試合では勝ちがありませんが、今日の展開は全く日本の現代の実力を見せています。ラモス、カズ、アシュかろうじて体を張りました。ディフェンスのシュナイセル、ミラが上がってきます。ムフシン、フェイン・カディム、さあ中央、ここ取りたいですね。大きく蹴り上げましたが、これは日本の選手にも当たりました。ゴールキックです。結果的にはゴールキックを取りました。倒れたのは吉田、いいですね吉田君ね、あの辺りねちゃんと詰めてますからね。日本が早くも1点を先行、他の会場はまだ得点が入っておりません。田中さんどうですか、はい、正直こんなに早く点が取れるとは思わなかったんじゃないですか。逆にですね、僕はイラクの方がね、はい、どんどんあの前に来ると思いましたから、逆にそれがねチャンスになるんじゃないかなと思ったんですけどね。でも、まあ、おっしゃる通りこんな早く点取れるとはね思ってませんでしたね。日本にとってはこれを残る時間の原動力にしていきたい。縦上がります。ラモス、ラモス、中山へ通らない、早いチェック、後ろから行きます。井原、ホイッスルありました、ホイッスルありました、井原ファウル、ラディですね、ラディに井原君がね、井原君と橋渡君が交互についてますよね。右サイドにいるラディに対しては基本的には井原が、しかし左へ流れるときには橋渡がスペースでマークを変わります。14番スペイン、カディング、森谷、この後ですね誰か前へ出てあげないといけないですね。中山、ホイッスルありました。黄色いカードが出ました、イエローカードです。あの辺りですね、あそこまでタックル行くとねやっぱり取られますからね、はい、気をつけた方がいいですよね。どうしても後ろ向きのね、はい、後ろからのファールっていうのはレフリーも非常に厳しく取りますからね。達也にイエローカードが出ました。スペイン、ハビーム、後ろからのファウルは要注意です。拾うことないんですよね、これでやらなきゃいけないと1点リードしてましたからね、はい、今度はもうリラックスしてね応対できるような形にしとけば本当にそんなに怖いことないですからね。スペイン、ハビーム、ナイセル、ここですね。さあサポート、あーっと取られた、さあこれは危険です。 OK ですね、井原がカバーに入ってました。ラモス、中山、もう一度ラモス、そしてカズフリーです。右を使います、長谷川、ね、突破してほしいですね、長谷川君ね。
ベンヤミンを突破する、突破した、突破した、突破しました、センタリングか、流した、中山滑り込む、非常にいい狙いですよね、ニアサイドにね、中山が取り組んでくるところにボールを運びましたよね。前半12分のプレーです。日本は前半の6分に数のシュートで1点を先行しています。タッチライン終わりました。どうでしょう、日本選手の中に、そういった意味の1点を取ったから逆にというふうな気持ちはないですか。逆にというのは、つまり硬くなるというのか、伸び伸びしていないというのか。あ、まあ、今の活躍のタックルなんかもそうですよね、気持ちが入りすぎちゃうんですね、ですから勝ってるんですからね、そこら辺をね、抑えてね、まあ、あとは八谷君とね、井原君がうまくディフェンスラインをリードしてくれればね、そんなに問題ないと思いますね。堀池、ラモス、今のも最初のですね。中央に2人いる、センタリングを出すタイミングだ、足が出た、ディフェンス。この後ですね、2番のディフェンス、森安が来ます。そうですね、森安君いいですよね。そして長谷川が入ります。ここで取ったボールですが、日本ボール。日本ボールのフリーキックです。これで壁のできるフリーキックは2本目になります。あの辺りのチェックができるとね、非常にあのボールを奪えますからね、またもう一回攻めれますよね、そういう意味では森保君ね、吉田君あたりがね、あのボールをね、どこどこに拾ってほしいですよね。ラモス、こぼれたの、フォローは長谷川、長いボール、ゲブル、笛が鳴りました。レフリーのホイッスルになってイラクボールです。今のあたりですね、ですからラジーに気を取られてますとね、9番のジェブルがね、飛び出してきますから、そのあたりのね、マークの受け出しをね、しっかり見てやっておいた方がいいですね。流してくるジェブル、中央を使う、外を使ってきたロングシュート、3番ベンヤミンのロングシュート、前半の14分のプレーです。あのあたりのですね、ロングシュート、まさに間違えばっていうケースですけどね、やはり打たせると怖いですよね。特にミドルシュートのパワーがありますね、思いきが良くてね、決定しますからね、まかり間違ってですね、隅でも打つと非常に危ないケースですよね。日本はこの試合勝てばそのまま文句なしにアメリカのワールドカップ出場が決まります。大混戦の中で迎えた最終戦の日本大切なゲーム、森保対立、この後ですね、要注意、柱谷、もう一度使います、14番セイン・カリーム、左サイド、うまく入りました、これを大事につなげたいですね。森池のディフェンス、そして長谷川へサイドチェンジ、中山が待っていましたが、相手のディフェンスも経験豊富です。ボールの失い方だけをね、注意してやればね、速攻につながらないんでね、その辺はディフェンスもしっかりしてますからいいんですけど。ラモスいきます、やっぱり失い方がね、ボールの取られ方が悪いと、やはり速攻っていうね、ケースになってきますからね。ラディーに向けて井原クリア、ジェブルが出ます、あ、ジェブルですね。日本は1対0とリード、16分にかかるところです。セイン・カディーム、ハミール・ハミードです。この時のラインの作り方ですね、シナイセルから第2列を走らせますが、井原、また開きました、セイン・シュハーブ、要注意です。日本、あっと危ない、危なかった、松永正面、危なかったですね。16分のプレー、10番のジェブルのヘディングシュート、そうなんです、彼はラディーのですね、裏側に入ってくるんですよね。ラディーに気を取られていると、この9番の選手、チームの中でも3得点を挙げています、イラク、カズ取りましたね、カズはね、カズが競って取った、中山が中央に流れる、柱谷、ラモス、もう一度長谷川行きます、ね、
さすが突破する。センタリングチャンス。と間に合わなかったか。ゴールキックです。そうだ、ああいったプレーをやるとね、ディフェンダー上がりにくくなりますからね。もっとね、突破の形をね、作ったらいいですよね。現在、ハリファスタジアムでは、8点5で日本と並んでいるサウジアラビアとイランが対戦していますが、前半15分終わって両チーム得点がありません。現在のところ情報で入っている他の球技場の試合、得点は入っているチームはありません。日本が1対0とリードしているこのスタジアムの試合だけがゴールを揺さぶっています。17分を経過、日本1対0とリード。長谷川からそして吉田のディフェンス。今日はセンターバックにシュナイセルが入っているようです。そのシュナイセル、またラジーに合わせていきます。このこぼれ球ですね。ミドルシュートを打つ体勢、もう一度組み直してきた。これを拾いたいんですよね。ここでロングシュート、よく確認入りました吉田。このままが返りました。さあ日本はカズとラモスと前に中山、ラモスにつなぐ、カズ折り返した、抜くか、抜いてシュートか、流して長谷川健太、足りまっている、戻します。この辺りがですね、動きを止めないような形で突破したいんですよね。ラモス、こうなりますとね、非常にあんまりいいパターンじゃないですね。さあラジンが抜ける、カジカゲ少しずつ残っている、アテヤがつく、さあラスト流しました。これはノーホイッスル、ホイッスルありません。ボールに行ったプレーです。ボールに行ったプレー、ノーホイッスルです。レフリーのムーメンターラーさんはこれはダイビングと言いました。立ち上がるようにし、柱谷、試合は続投です。カズ、オフサイドですね。オフサイドがありました。ですからあの中盤よりも相手の陣、相手陣内でですね、はい、取られ方が悪いと速攻になりますからね、あそこら辺を注意してほしいんですよね。やはり長谷川君も積極的にならずにですね、やはりワンツーで突破するとかドリブルで突破するとかですね、早めにね仕掛けていかないといけないですね。どうですか田中さん、今日は長谷川のそのエネルギー、はい、ちょっとこれまでに比べると少ないかなって感じがするんですが、どうでしょう。まあ、あのそうですけど前半何回かね、チャンス作ってますし、でこれはですね、このゲーム長谷川君も自分がダメになるまでね、とことんやってね、やれるところまでやるっていうことがあの長谷川君の役目だと思うんでね、はい、ぜひその辺を考えてやってほしいですね。